アドルフ・イボンはフランスの画家である。歴史が特に戦闘の場面を多く描いた。モゼル県のイスチャピラーに生まれた。1837年にウール,イコールエイコールロワール県のドルーで役人になるが役人の仕事に飽きていた。姉が画家のポール・ドラローシと結婚し、ドラローシと義理の兄弟となったので、1838年の 終わりからドラローシュのスタジオで絵の仕事をすることになった。ドラローシュから歴史が肖像画を学び1841年からサロンドパリに出展を始め、1848年に入賞し、1857年には名誉メダルを受けた。1843年頃からロシアへ旅した。戦場の場面を描くようになり、1850年には14世紀に、 戦われたクリコボの戦いの場面を描いた絵を制作し、ロシア皇帝に買い上げられた。1857年には、ナポレオン戦争の名将軍を題材に描いた。戦争画の評価が高まり、ナポレオン三世の時代のフランス軍の戦いも描くようになった。晩年は、オリエンタリズムに分類される絵画も描いた。1863年に、 国立高等美術学校の教授に任じられ1883年までその仕事を続けた。1867年にレジオンドヌール勲章を受勲した。ありがとうございます。